皆さんこんにちは、小林道場警察局長の小林です。中瀬です。はい、今回ですね、基礎が不安な時に一冊足すとしたらどの参考書ということでお話ししていきたいと思います。はい、まあ、主に、まあ、数学、英語、あとはね、せっかく中瀬さん来てるので、まあ、理科に関しても、まあ、追加で聞いていきたいなというふうに思います。はい、では早速参りましょう。はい、やっぱり今この時期って、まあ、入試レベルの問題を少し解いていきたいなっていう方が多い時期だと思うんですよね。ただ、まあ、そうすると同時にそのでも入試に入っていい基礎力がちゃんと身についているのかなっていうのは不安な方も多いと思うんですよ。まあ、そういったところで、まあ、その入試レベルの問題に入るだとしたら、まあ、こういった問題集ができていれば大丈夫だよというふうに捉えていただけると今日の話はいいんじゃないかなと思います。はい、で、まずただですね、一つだけ言っておきたいこととして、あの本当は参考書を増やすことってのはそんなにいいことじゃないわけですよね。そうですね。うん、なので本当に増やしすぎず、まあ、今から数冊説明しますけれども、その分野に一冊とかそのぐらいに絶対に留めてほしいなと思います。そうですね。はい、であとはですね、できればそう今ある問題集で大体できないのかなっていう、まあ、そこで確認ができないのかなっていうのを一回考えた上でこういった参考書を検討していただけるといいんじゃないかなと思います。はい、はい、じゃあですね、ちょっと本題なんですけれども、まず、まあ、どういった参考書を選べばいいかっていうと、一番大事なのは問題数がかなり厳選されていることかなというふうに思ってます。やっぱり、まあ、多すぎる問題集を確認のために使うっていうのは明らかに効率が悪いというのは言えるかなと思います。あとはですね、解説にこだわりすぎなくていいっていうのも一つの特徴かなと思います。うん、ある程度確認なので、できないところがあったら、それは今までやってた参考書で確認をすればいいっていうのが基本的にはあるんですよね。確かに。なので、そこまで解説にはこだわらなくて大丈夫です。うん、であとは、出題分野が分かりやすい問題集を利用していただけるといいんじゃないかなと思っていて、っていうのも、割とこういう時に、じゃあ入試の前だから、ちょっと、ランダムで問題解いてみようかみたいな思考になっちゃう人がいるんですけど、そうすると結局自分どこが分からなかったのか分からないみたいなことが結構往々にしてあるんですよね。だからある一問が解けなかったからその分野がめちゃめちゃできないと思い込んじゃったけど、実はその分野はたまたま解けない問題だったっていうだけみたいなことも結構あるので、まあ、そういったところは気をつけていただけるといいんじゃないかなと思います。はい、はい、であとはですね、やっていたものと同レベルないしは、まあ、少しレベルの低いものを選ぶといいのかなというふうに思っていて、そのあんまりレベルを上げるっていうのはこの時はしない方がいいっていうのはあるかなと思います。はいはい、で今日紹介するような参考書っていうのが、まあ、ほとんどやったことがあるよっていう方は、まあ、今みたいな基準に基づいて自分で選んでいただくっていうのは一つの手段かなと思います。はい、はい、じゃあですね、早速、ここから、参考書を紹介していこうと思うんですけれども、まず数学ですね。うん、数学はまず基本的には、以前からちょっと紹介させていただいたことがあるんですけど、10日あればいいっていうのが短期集中ゼミっていう参考書ですね。うん、で、まあ、黄色と緑の表紙のやつで、まあ、エクスプレスとか演習とかついてるやつじゃなくて、まあ、無印のやつがいいのかなと思ってます。で、この参考書を、単にこの参考書を網羅系の参考書として利用するのは基本的に良くないんですよ。うん、やっぱちょっと足りないんですよね。ただ、例えばですね、まあ、1A、2B がセットになってるものとかを利用すると、1A、2B 全部で160問しかないんですよ。うん、で160問で 1A、2B の本当に超大事なところだけを復習することができるので、かなり便利な参考書になってくるのかなと思います。なるほど。であとはもう一個優秀な点として、例えば 1A だけ復習したいとか、2だけ復習したいとか、B だけ復習したいってなった時に、それ1冊ずつ買うこともできる。なるほど。まあ、もちろん3でも大丈夫ですし、まあ、そういったような形がいいんじゃないかなと思ってます。なるほど。で、十分、まあ、2週間、3週間あれば、ほぼ完璧に確認をすることができますし、他の、まあ、ある程度できるようになっていれば、その他の元やってた参考書に戻って確認とか済ませても、1ヶ月以内に復習が完了できるかなと思いますので、すごくいいんじゃないかなと思います。で、あとですね、もう一個一応、あんまり今回はお勧めしたくないんですけど、ただ、こういう選択肢もあるよっていうのとしては、スタサプのベーシックとかスタンダードのテキストを無料公開されてるので、うん、とりあえず全部例題だけやってみて、で、できなかった分野だけ授業を聞くっていうのも一つはありかなとは思います。なるほどね。まあ、範囲学習がちょっと不安みたいな人だよね。そうですね。はい。そういった、まあ、かなり不安な人向けですね、これはね。と、うん、いう方は、まあ、そういうふうにやってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、そんなに問題数も多くないです、意外と。はい。はい、じゃあ次にですね、まあ、英語の紹介をしていこうと思うんですけれども、英語はですね、文法と解釈と読解で分けて説明していこうと思うんですけれども、うん、まず一つ目が文法で、レベル別の、レベルの2とか3ですかね、等身のやつですかね、はい、で、をやっていただけるといいんじゃないかなと思います。まあ、この時期って結構文法身についたって思ってるけど、実は確認してみると危ないみたいな人もいると思うんですよね。そうですね。そういった方にとっては割とその分野別にテストみたいな感じで解くことができて、うんうん、しかもまあ割と薄いので、まあ、本当に急げば1週間もあれば十分終わるような参考書になっていると思いますので、うん、まあ、かなり使えるんじゃないかなとは思います。はい、じゃあですね、次は解釈のテキストになるんですけれども、こちらは、日本英文解釈の技術70をやっていただけるといいんじゃないかなと思ってます。はい、
やっぱりですね、まあ、結構この時期、まあ、本当解釈は最初やってる人とか、うん、もしくはなんか一冊完璧にしたけど実は一文一文の演習っていうものを十分に行えてないっていう方も多いとは思うんですよね、うん、で、結構ですね、まあ、この時期基礎とかあとはなんかボレボレとかにチャレンジしてみたけど意外と下のレベルがちゃんとできてないっていう方も多いと思いますので、うんまあ、そういった方にとってはすごくいい参考書なんじゃないかなと思ってます。そうですね、まあ、基礎編とかあとまあ無印もあるんですけど結構レベルが高いと思ってます、はい、なのでどっちかというとそれこそ、まあ、ポラリスとか、文法をやりました、うん、でなんか長文チャレンジしてみたし、まあ、なんとなく読めて意味はわかるから、うん、なんとなくまあマークというか記号は丸つくんだけど、うん、でもなんか半分とか6割ぐらいしかできないなみたいな結構いると思うんですよ、うん そ, うですね、それこそちょっと時間無制限とかでセンターの過去問とかやってるんだけど、うん、なんかまあ6割7割ぐらいで止まっちゃうなみたいな、うん、いう人はやっぱ一文一文精読できてなかったりするので、まあ、そういう人はねこの解釈でしっかりと読む練習っていうのをしてもらえたらなというふうに思います、はい、じゃあですね、まあ、最後に、読解の問題集になるんですけれども、はい、こちらはまあハイパートレーニングのレベルの1がいいですかね。そうですね、まあ、ポラリスの1もありなんですけど、まあ、ハイパートレーニングの方がまあ薄いですし、そのさっきの趣旨で言うと、まあ、回しやすいというか、うん、やりやすいというものでハイパートレーニングにしましたね。じゃあですね、まあ、英語ここまでで次は、理解について説明していこうと思うんですが、最初はですね科学についてお話をしていこうと思います、はい、で科学はですねちょっとこの時期って結構レベルに格差がありやすいと思うんですよ。かなりあると思いますね。なのでちょっとレベル別で2つ紹介させていただければと思います、うん、でまずもしあなたがですね、まあ、なんとなく確認なので終わってるっていう前提なんですけど、例えばジャンプアップノートとか宇宙一とかあとはゼロから劇的に分かるとか、うん、あのあたりが終わったよっていうぐらいのレベルであれば、まあ、基本的には入門問題成功がいいんじゃないかなと思ってます、うんはい、で正直なところ、まあ、少し解説がちゃんとしすぎちゃってるかなと個人的に自分は思うんですけれども、あのとはいえ、まあ、このレベルである程度コンパクトで、かつ、まあ、問題の質がいい問題集参考書っていうのが、まあ、少ないので、まあ、結局これが一番いいんじゃないかなと個人的には思ってます、うん、で問題数は、まあ、140問ぐらいあって、まあ、そこそこあるんですけど、まあ、結局のところ一問一答レベルの問題っていうのもかなり多いので、あのそんなに時間はかからないかなというふうに思ってます、うんうん、で十分、まあ、2週間ほどであの1日10問ぐらいで終わるんじゃないかなと思います。で、まあ、これをやった上でですね、この後まあ基礎問とかに入っていくと、まあ、マーチレベルとかであればかなり狙っていけるような状態になっていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、で次にですね、もしあなたがすでに学校レベルの問題集が完了しているのであれば、橋爪のこれだけで合格シリーズっていうのはおすすめです。まあ、これあの勇気と向きと理論と3冊に分かれているんですけれども、うん、まあ、勇気と理論が25問、で向きが15問の問題集になっています。で、こちらの問題ちょっと今回の趣旨にずれる場所が1箇所だけあって、若干発展問題なんですよ。なるほどなるほど、はい、ただその一応学校問題集でいうと基礎問題じゃなくて発展問題、ちょっと後ろの方に書いてあるような問題が、うん、まあ、1問あたり詳しく説明してくれているような参考書にはなっているっていう感じになってます。なるほど。で、まあ、若干抜けはあるんですけれども、この後おそらく重要問題集とかみたいな難しい問題集に臨んでいくと思いますので、考え方を整理するという面ではものすごくいい参考書になるんじゃないかなと思っています、うん、で一応科学はここまでで、次物理について説明をしていこうと思います。で、基本的には物理はもう入門問題成功がおすすめにはなるのかなと思います、うん、で解説そこまで実はこっちは詳しくないんですけど、そうですね、こっちはね、はい、あの適切な量でかつ、まあ、問題数の方でも120問ぐらいで、うん、あのまあ、物理で120問って多いなと思う方もいるかもしれないんですけど、うん、まあ、とはいえ、まあ、そもそもそんなに少ない問題集があんまり存在しないので、うんうんうん、まあこのぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思います。ただ一応この問題集が合わないっていう方向けに2冊おすすめしていこうと思うんですけれども、まあ、1冊目が物理早かり一問一答っていう、うん、あの東進さんとかじゃなくて中京出版とかのあっちの方の、一問一答になると思うんですけれども、こちら、まあ、本当に左側に問題が書いてあって右側に解説が書いてあるっていう話なんですけど、基本的にはリードアルファとかリードライトとかの、まあ、本当基本問題とか基本例題ぐらいのレベルの全部確認ができるっていう感じになってます、うん、で持ち歩きでできるんで、もう電車内とかでちゃちゃっと確認することもできるので、うんうんうん、あのどうしてもなかなかね物理に時間使えないっていう方にとってはいい参考書なんじゃないかなと思います、うん、であとはですね、次に、まあ、もうちょっと逆に時間を使って確認をしたいという人は、あの河合塾の楽楽マスターっていう参考書もありかなと思ってて、うんうん、でこっちはですねボリュームがちょっと多くて、
まあ、もしかしたらがっつり問題集1冊ぐらいやるぐらい時間かかっちゃうかもしれないので、1ヶ月ちょっととかかかってしまうかもしれないです。ただその河合塾で、まあ、それこそ、エッセンスとかで学習してきた人にとってはかなりやりやすい参考書なんじゃないかなと思っています。はい、ありがとうございます。まあ、特に物理なんかは、まあ、結構こう全体をまずやって、うん、何か習って勉強しました、はい、でやっぱ1冊目ってなった時に、まあ、知名度でエッセンス、うん、よう読んでエッセンスやって、いやむずすぎるんですけどってやっぱなる人まあもちろんいける人は、ね、全然いいんですけど、うん、なっちゃう人もいるわけで、うん、やっぱその時に、まあ、入門問題成功とかね、まあ、この辺に戻ってきた方が、うん、まあ、いいというケースもあるでしょうから、はい、まあ、ぜひね適宜うまく使ってみてほしいというふうに思います。はい、はい、というわけで今回ね、基礎を確認するために、まあ、1冊足すとしたら何ということで、まあ、1冊なのにいっぱい紹介したんだけどそうです、ね、まあ、そのこれを全部やるんじゃなくて、その自分の状況に合わせてあの追加してくださいということですね。はい、でもちろんいらなければ追加しなくていいに越したことはないですから、うん、そういう方はそのまま突き進んでいただければと思います。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。はい、では今日のプチェコーナーです。はい、一冊を完璧にした方がいいというのは分かってるんですが、本屋さんに行くとどうしても参考書を買いたくなってしまうので気持ちは分かる、めちゃめちゃ分かりますね気持ちは分かるんですけど、まあ、ぐっとこらえて、まあ、買わないっていうことをね、はい、まあ、しないといけないのかなというふうには思いますね、うん、それかもうなんかお守りみたいにするというか、うん、やらないんだけど、まあ、なんか持ってると安心みたいな感じで、うん、もう買うなら買ってもいいけど、よくないのは別に買ったら悪ではないですよね、うん、もう買っていろんなものに工程をつけて完璧にならないっていうのがやっぱり悪じゃないですか。そうですね。そうなので、もうお守りだよって思って、もう鉄壁買って一回も開かないけど鉄壁買うみたいな、なんか そういうのをやっちゃダメかと言われれば、まあね、まあそれは予算があればまあ自由だとは思うんですけど、うん、だからまあそのいろいろ手を広げすぎないってことにまあ注意をしてもらえればなというふうには思いますね。はい。はい、というわけで本日の話は以上です。